どうもダルマテリアーレシェフのチロです。今日はですねワインのご紹介です。タリアのプーリア州カンティナカルピエンティエーレという作り手さんですねのカベルネソービニオン 100% の2013年のワインです。南イタリアのカベルネソービニオンでなんか珍しくないですか。イタリアでカベルネソービニオンっていうと自分なんかは中部イタリアとかねあの辺をイメージするんですけど、まあ、南イタリアのカベルネソービニオンですね。今日はですねこれ味見しながらですね料理にどういうのが相性いいかちょっとね試してみたいと思います。色こんな感じですね。結構ね濃いルビー色じゃないですか。あーいい香り。ブルーベリー濃厚な感じの香りしますよね、うん、ちょっといただきます。あ美味しい美味しい。いや美味しいですねこれ。すごい美味しい。なんかねカベルネソビニョンでこうドーンってくる感じのイメージが自分はあるんですけど結構シルキーです。あ美味しいなこれ。ああ自然なんか自然な味わい。まあ、このワインと何が相性がいいかちょっと、ね、試してみたいと思いますね。ローストビーフね、これはもう定番ですね。あゴルゴンゾーラチーズ、鶏の唐揚げ、えこれもやっぱイタリアンなんでね、トマトソースのスパゲッティ、もやしとニラのごま炒めみたいな、イカスミのリゾット、これがフリッターとのイタリア風のオムレツです。さて、じゃあですね、何からいきましょうかね。まあやっぱり定番ですよね、まあ、ローストビーフ、うん。ローストビーフと、まあ、赤ワイン合わせていきたいと思います。まあもう鉄板だと思います。うん、いただきます。まずローストビーフ、ワインを、うん、思ったほどでもないかな、うん、悪くないですけどね、うん、なんかこうなんだろうお肉の方が勝っちゃう感じです、うん、ちょっとねローストビーフ塩気強いからかな。意外とダメじゃないんですけど、うん、そうだな、な感じでしたね。じゃあ次、ゴルゴンゾーラチーズ。ちょっとね、これね、ゴルゴンゾーラチーズ自分好きなんですよね。大好きなんで。世界三大ブルーチーズ。いただきます。美味しい。はい。この鉄板でしょう、うん、うん、あこれは美味しい、うん、これは美味しいです。なんかねゴルゴンゾーラチーズって自分のイメージなんですけど赤ワインっていうよりも白のちょっと重いタイプですよね、うん、とかまあ甘口の白ワインというかデザートワインみたいなああいうのでゴルゴンゾーラチーズ食べるのが好きなんですけどこれは美味しい、うん、このワインとゴルゴンゾーラチーズは相性いいです。さて次これはでもどうなんだろうな。鶏の唐揚げちょっと行ってみます。あれ悪くないな。あこれ意外といけます。うん、なんだろうお醤油ベースの感じなのかな。鶏の唐揚げと赤ワインカベルネソービニョン、このワインですね。悪くないです。これ美味しい。じゃあ次どうしましょう。じゃあこっちフリッタータイタリア風オムレツです。これはでもね、自分の予想なんですけど、あんまり相性良くないんじゃないかなって、ちょっと思うんですよね。どうかな。いただきます。一口。
あ、おいしい。シェフの腕がいい。あ、俺が作る。あ、悪くないな。うん。あ、でも、あの、卵料理、オムレツ、イタリアンオムレツ自体は、あの、美味しく食べれます。ただ、ワインの方が、ちょっとね、あの、酸味を強く感じます。うん。これは、ワイン好きには合わないかなって、うん。言われちゃうかもしれないですね。オムレツも意外と、あれだな。まあ、オムレツはちょっと白ワインの方がいいかもしれないですね。赤でまあライトなやつとかだと合うのかな。また今度ちょっといろいろねトライしてみたいと思います。では次ですね、イカスミのリゾット。これもねどうでしょうね、自分の予想としてはまあ相性ね、やっぱ赤ワインっていうのはねお肉っていう感じじゃないですか。うん。なのでまあ魚介には白っていうのがねあると思うんで、イカスミ果たしてどうか。じゃあちょっといただきます、うん、カスミのリゾットは美味しい、うん、誰作ったんだこれね、美味しいっすねこれ。あ、俺だ、天才シェフ。あ、すいません、失礼しました。謙虚に行きます。もう食べちゃったんで、もうちょっと食べますね、うん、すいません、ふざけてないシャリあれって話ですね、すいません、うん、あ、でも美味しいな、うん、いただきます。うん、うん、そうですね、やっぱりあんまり相性良くないかな。なんかね、あのやっぱり料理が悪くなるってことはないです。ただやっぱりワインの持ち味が消されちゃうかな。なんかこう果実感とか、やっぱ甘みの部分がイカスミのリゾットに全部持ってかれちゃってる感じ。まあ言い方としてはワインが負けちゃってるっていう感じの印象ですね。なんかねこうワインが酸っぱく感じちゃいます。そう、料理がまずくなるっていうこと自体はないです。うん。ワインのポテンシャルを引き出せないっていう感じの印象でした。次ですね。ニラともやしの醤油蒸しみたいな。これね、ちょっと赤ワインを飲むのを意識して、赤ワインちょっと入れて調理してます。なので、相性的にはもしかしたらいいんじゃないかと。想像しております。ちょっと試してみますね。はい、まあまあ、ちょっとあえて。なんかこう、ピンク色で、ね、伝わるかも。ピンク色してるんですか、赤ワイン。さあ、どうだろう。これ自体が、味、まだ味見してないんだ。いただきまーす。うん。あ、美味しいこれ。あ、違う違う違う、ワイン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 、すいません、ね、これ初めて作ったんですけど美味しくできたんで、食べちゃう、すいません、ね、今口の中ちょっと残ってるんで飲みます。もう顔赤くなってきてる。いただきます。すいません、あーでも微妙だなこれ。どうなんだろう、あのね、良くも悪くもないっていうのが答えかな。これ食べてこのワイン飲んで嫌かっていうと嫌じゃないです。でこのワイン飲んでこれ食べて嫌かっていうと嫌じゃないです、うん、ただじゃあそのこのワインがこの料理引き立てるかとか、この料理がこのワイン引き立てるかっていうとそうではないっていう感じですかね。なんかね、自分の中でちょっとね寄せてみたんですけどね、料理をワインの方にちょっと寄せてみたイメージだったんですけど、イメージしたよりは寄らなかったかな。でも
悪くはないですね。でもまあでもおすすめしないかな自分だったら。なんだろうな。でもこれ自体美味しい。この料理自体はうまいんだよ。ロゼとか、ロゼとか合うかな。お醤油ってなかなか赤ワインも難しいのかな。そんなことね、カラーのあるかな。では最後ですね、やっぱりイタリア料理の鉄板、トマトソースのスパゲッティ。これはね、もうなんかね、カベルネソーヴィニヨンは自分のイメージなんですけど、こうトマトソースの匂いがするので、うん、これは相性いいと思うんですよね、うん、もうローストビーフ手を取らずいけると思うんです。試してみます。いただきます。うん、さあどうでしょう。うんうん、これはやっぱり、うん、相性バッチリです。うんね、やっぱそうだな。なんかね、カベルネソーヴィニヨンとチロの作ったトマトソースっていうのは、うん、相性いいと思います。うん、美味しい美味しい。これは美味しいかもしれない。はい、じゃあ以上です。カベルネソーヴィニヨンっていうブドウ品種のワインを、お飲みになるときに、まあ合わせる料理とかね、参考に少しでもしていただければ。よろしいかなと思います。はい、まあ、一応ランキングつけましょうか。じゃあ第3位だから、ね、鶏の唐揚げ、これ意外です。自分でも、うん、ダメだろうと思ってたんですけどね、うん、なんだろうな、意外と質感が良かったかな、相性は悪くなかったです。第2位、ゴルゴンゾーラ。まあゴルゴンゾーラチーズは相性良かったですね。カベルネソーヴィニヨン系、うん、パワフルな感じで、余韻がシルキーなタイプのものを飲まれている時はですね、このブルーチーズですよね、頼んでいただければいいかなと思います。はい、では流行る第1位はデレデレデレ、やはりこれですね、スパゲッティ、ポモドーロ、トマトソースのスパゲッティです。うん、これもやっぱり、これも想像通りですね、うん、やっぱりトマトソースのスパゲッティとカベルネソーヴィニヨンは相性はいい。はい、まあランク外れちゃいましたけど、ローストビーフ、これはね相性いいと思ったんですけどね、一番相性がいいはずと思ってたんですけど、意外とダメでした。まあただ料理法にもよると思います。まあ今回ちょっとしっとり仕上げてるローストビーフなので、もしかしたらもうちょっとこう火を入れてパワフルな感じの、ローストビーフにすれば、カベルネソーヴィニヨンにも相性は良かったのかもしれないんですけど、うん、まあ今回はそういう結果になりました。これはあくまでも私の意見です。参考までにしてください。はい、今回は以上です。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。